アップツグミウントは、ドイツビュルテンベルク州東部、シュトットガルト行政管区のオストアルプ群に属す、町村である。この広い町は、主有のアップツグミウントと、ノイブロン、ラウバッハ、ウンターグレー人間、ホーエンシタと、ボンマーツバイラーの5つの地区及びいくつかの、小集落からなる。この町は、シュベービッシュフレンキッシャー、バルト自然公園内に位置する、州指定の保養地である。 アップツグミュントは、自然環境上シュベービッシェアルプ東部のフォアラントと、シュベービッシュフレンキッシェ森林産地の一部を含む。これらはいずれもシュベービッシェスコイライアスラントに含まれる。71.6平方キロメートルの面積を持つ、この町は、オストアルプ群では都市に次ぐ、最も広い町村である。主有のアップツグミュントは、ライン川がコッハー川に注ぐ合流地点に位置する。 ウンターグレー人間地区は、コフハー川の二つの蛇行の両岸、海抜372メートルに位置する。アップツグミウントは、北はアーデルマンスフェルデン、東はノイラー及びヒットリンゲンの小さな飛び地、南東はアーレン、南はホイヒリンゲン、南西はシェヒンゲン及びオーバーグレー人間、西はエシャフハ、北西はズルツバフハラウフェンと境を接している。 自治体としてのアップツグミュントには、かつて独立した町村であったホーエンシタット、ラウバッハ、ノイブロン、ポンマーツバイラー及び、ウンターグレー人間が属し、計75の村落、小集落、農場、家屋群が含まれる。州統計局の2015年現在のデータによる。アップツグミュントはおそらく、エルバン園によって建設された。この地名は、 ライン川とコフハー川とが合流する地であることに由来しエルバンゲン修道院が所有していた。このことからアップツグミウントは高い確率で7世紀以降に建設されたと推定される。詳細な時期は不明である。エルバンゲン修道院は南西の森林地域の安全を図るためにこの集落を建設した。1136年のエルバンゲン修道院の 土地目録には、ゲムンデンという名前で記録されている。13世紀に、後に、帝国自由都市となるグミントとの混同を避けるために、アブッツジェモンドと改められた。この名称は1251年のコンラート4世の文書に初めて現れる。1200年頃に建設された。 高キロマネスク様式による教区教会の塔の1階部分はもっと早い時期に定住がなされていたことを示している。神ン,ンフォンリムプルク家から支配権を守るためにアップツグミュント近郊にベルシュタイン城が建設された。この城の所有者は頻繁に交代したが、霊園の貢献はエルバンゲン修道三次会諸公が保持した。管理を行うために大官が設けられ、 ベルシュタイン上に赴任した。ホイヒ人間ンン、アップツグミュント、ベルシュタインは、エルバンゲンのアムとホイヒト人間ンンを形成し、アップツグミュントがその役人の所在地となった。シュベービッシュ春からウンターグレー人間に至るコフハー、川の谷では、宗教改革家、ヨハネス・ブレンツによって、宗教改革がなされ、福音主義化したが、アップツグミュントは、エルバンゲン修道院の支配下にあったため、 宗教改革の時代にもカトリックに止まった。修道三次会諸行は17世紀に製鉄所を創設した。アップツグミウントには1611年にアルトシミーデニ航路が設けられ、後に炭蔵所が建設された。製鉄は30年戦争で衰退したが、1667年には炭蔵所が再建された。この作業所は1699年に、 アルトシュミーデからノイシュミーデに移された。世俗化によりビュルテンベルクの所有となり、後にシュバーベン聖連所バッサーアルフィンゲンに発展解消された。バーベンビュルテンベルク州の市町村再編により、当時独立していた五町村がアップスグミュントに併合された。町の面積と人口は合併前に比べ2倍以上になった。アップスグミュントの 町役場アプツグメントの長議会は25期席からなる。議員の任期は5年である。図柄左右に分割。向かって左は赤字で先端が曲がり、裂けた銀の死郷杖が下べりから突き出ている。向かって右は銀字で3つの赤い玉が垂直に並べられている。死郷杖は町の名前とエルバンゲン修道院に属した歴史を表している。 三つの赤い玉はアップツグミューントに白を有していたハックホンベルシュタイン家の紋章から取られた。町の旗は白から赤である。町は1956年11月26日にバーデンビュルテンベルク州内務省から現行の紋章と旗の使用許可を得た。1990年代半ばからこの町はロゴを有している。緑の A は アップツグミューントのイニシャルであり、その横棒は青でライン側とコッハー側を表現し、その合流点にアップツグミューントが築かれていることを表している。アップツグミューントはアーレン区裁判所の管区に含まれる。この区裁判所はエルバンゲン地方裁判所及びシュトットガルト高等地方裁判所の管轄下にある。労働裁判はシュトットガルト労働裁判所、社会裁判は ウルム社会裁判所が担当する。このタップツグミウントの公共の権利に関する葬儀は、シュトットガルト行政裁判所で審議される。廃線前、2004年のウンターグレー人間駅、アップツグミウントは、連邦道 B19 号線のアーレントシュウェービッシュ、ハルトの間に位置している。連邦アウトバン A7 号線へは、約 15km 離れた、ベストハウゼン近郊のインターチェンジを利用する。 ウンターグレーニン建地区は2005年に廃線となり2009年に大部分が解体されたガイルドルフからのオベーレ・コッハータール鉄道の終点であった。主流のアップツグミュントにあるのがケスラー CEO、GMBH&CEO、KG である。この会社は1950年に設立され400人以上の従業員がシャフトと電動装置を製造している。 ウンターグレー人間地区には、ホロパック放送技術 GMBH がある。ここでは、医薬品を製造し、適切な容器に充填している。アップツグミューントには、基礎家庭、本家庭、実家学校のフリードリヒホンケラー修練がある。また、この文校として、純粋な基礎家庭学校バーゼン修練もある。2010年からこれに加えて、聖、ヤーコブスギムナジウムが開校した。 この他に、法園下と、ポンマーツバイラー、ウンターグレー人間にそれぞれ基礎家庭学校がある。幼児には、町立幼稚園4園、ローマイコールカトリックと、福音主義の教会が運営する幼稚園が各1園ある。アップツグミウントには、それぞれの地区単位を含め、様々なクラブや組織が多くのイベントを行っている。アップツグミウントのセミハイル教区教会カトリックの、 教区教会イミハイル・アプツグミュンとは、ネオゴシック様式のバシリカで、塔の1階部分に、高キロマネスク建築が残る。教会前には、1994年に、レヒベルク十字が設置された。これは1331年に作られた、バーデンビュルテンベルク州で2番目に古い石像の十字架である。これは、おそらく、レヒベルク博の冒険によって制作されたものである。 1893年に設立されたシュベイビッシャー、アルプ協会のアプスグミウント支部は2003年にアイヒエンドルフ賞を授与された。ハンマーシュミーデコ、ありがとうございます。